ますね。持ってますね。皆さん、眩しいと思いますけれども、お気をつけください。上からだいぶ西日が差しておりますので、こちらから見ますと客席の方が非常に輝いて見えます。いい笑顔で見えますので、皆さんちょっとこんな感じでしながら見ていただきたいと思います。大阪大学男性合唱団、こちらに書いておりますと7月7日ジョイントコンサート、そして1月26日定期演奏会伊丹ホールで行うそうですね。1月の話までしてしまうと鬼が笑いますね。はい。演奏する曲目は3曲でございます。大阪大学学生歌、そして最上川船歌、そして最後に八木節、以上3曲をですね、指揮者、中谷祐樹さんで演奏したいと思います。それではよろしくお願いいたします。拍手でお願いいたします。Oh
私だけインタビューをさせていただいてよろしいですか。お名前を教えてください。はい、中谷由紀と言います。指揮者をされてるんですね。はい、今は万代学生で何人ぐらいいらっしゃいますか。新入生がまだまだ入団が確定していないんですが、今だけで大体60人前後ぐらいになっています。はい、じゃあ、かつての120人時代も、もうすぐですね。ですね、これから頑張っていけば、そんな時代が来る。今から作りたいんですけど、かつてはですね、130いた団体でございますので、またその時のですね、栄光をもう一度見てみたいと私は思っております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、よろしくお願いします。